皆様こんにちは、アイリです。どうも、なぎさです。今回も情報盛りだくさんでいきます。今回の動画はこちら。日本 GP まとめ最終回、 KTM 躍進の秘密とホンダ再生のきっかけです。3回にわたってお届けしてきた日本 GP まとめも今回で終了となりますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。すぐに第17戦タイ GP が始まってしまうので、テンポよく進めていきます。お願いします。かなり盛り上がって終了した MotoGP 日本グランプリ、表彰台を振り返ってみると、日本開催ながらも表彰台にはブカティ、KTM、ブカティということで、日本メーカーの最高位は4位のマルク・マルケスということで、表彰台には乗れなかったのよね。まあ残念だけど、それでもチャンピオン争いはヤマハのファビオッチが18ポイント差で1位だし、それで良しとするしかないって感じだね。まずは優勝したブカティファクトリーのジャック・ミラーのコメントから紹介していくわね。とにかく長くてストレスフルなレースでしたが、楽しんで走ることができたんだ。とにかく全然ミスらないで走っちゃったんだよ。ずっと先頭を走って孤独だったってわけだな。そうなってくると、戦う相手は自分の身なんだ。自分の中に住んでいる悪魔の野郎と怠慢でバトルするだけなんだ。これこそがマシンとの完全なる一体化ってやつなんだろうな。過去を振り返ってみると、間違いなく俺の人生で一番のレースだったよ。スタートラップから完璧なライディングだし、最高な日になっちまったな。とにかくバイクの戦闘力が最高潮だったんだよ。どこをどうすればよいか一瞬で理解したよ。だから3日間ずっと順調だったんだ。まあ、予選だけはもうちょい早く行けると思っていたんだけどな。俺はメカニックのみんなにここのレースで勝てるって言ったんだ。まあぶっちゃけて言ってしまうと、この言葉は以前にも何回か言ったことがあるんだけど、今回は本当だったんだよ。そうは言っても、まさかこんな風にチェッカーを受けることができるなんて思ってもみなかったよ。ちょっとシャンパンが足りなかったんだよな。俺よりも先に靴が全部飲んじまっていたんだ。ここ日本のファンは最高だよ。とにかくあいつらは礼儀正しさと敬意を備えているんだ。わかるかい？世界を走っているからわかるんだ。この国でレースをすることは素晴らしいことなんだよ。そして彼らは全てのライダーを愛してくれている。俺の人生の中でも素晴らしい時間だよ。そこで努力が報われたってことだな。きっとには俺のガールフレンドもいたし、とにかく最高だったよ。今日は本当に最高潮って感じの勝利だよ。クールダウンラップはまるでパーティーさ。この俺がガキに戻ったってくらいに泣いちまったんだ。ウケるだろ？俺自身でさえ、未だに俺の中にガキの俺が残っていることを知らなかったよ、ガハハハ。へぇ、ジャックは歓喜は待ってヘルメットの中で泣いちゃってたんだね。リップサービスかもしれないけど、日本と日本の GP ファンをよく思ってくれていることは嬉しいし、これだけ言ってくれるなら雨の中で耐えながら予選を見届けた甲斐もあるって感じだね。私的にはジャックが先頭を走っているのを見て、また先頭で単独転倒しちゃいそうだなって思っていたんだけど、今回はそんなこともなく最後まで独走で走り切れたのがすごかったね。ジャックの予選は7位で3列目スタートではあったんだけど、何しろコンディションが悪い時に速いライダーだから、雨や雷で優勝候補ライダーたちが調子を上げられない中で、焦りを感じずマイペースで1日間を過ごせたことがかなり大きだろうと言われているの。だから決勝も気負うことなく走れたのかもしれないわね。なるほどね。悪天候に強いっていうことも GP ライダーにとっては重要な素質の一つってことだね。そういえばさ、コメント欄にも質問があったんだけど、ブカティのペッコちゃんが最終ラップで転倒した後に、すぐに立ち上がって拍手していたけど、あれって何だったの？それについてはペッコこと、フランチェスコ・バニャイア本人のコメントがあるから紹介していくわね。言い訳なんて何もない。とにかく僕はバカだった。エスケープゾーンで立ち上がってすぐに、僕は自分に呆れたし笑えるほどだったんだ。無意識にバカなことをした自分に拍手をしていたよ。そして叫んだんだ。僕はなんてバカなんだとね。何をどうしてもうまくいかなくて、なんだか奇妙に思えるほどダメだったんです。ウォームアップ走行ではかなり調子が良かっただけに、苦戦の理由がわからないんですよ。でも、ダメな中にもラッキーがあります。ファビオも高順位でなくポイントをあまり稼げなかったし、アレイシもトラブルがあったみたいですからね。とはいえ、僕はやっちゃいけないことをやってしまいました。バカな自分に呆れて拍手か。ヨーロッパって感じだね。日本人にはない感覚な気がする。
それにしても、また奇妙でしたってコメントが出てきちゃったね。MotoGP ライダーってどこでもいつでも速いし、予選だとトップと15位くらいまでの差が、1秒以内くらいに収まっているくらいだから、単独で走ったらみんながみんな同じくらい速いはずなのに、こうやって本人が理解できないほどのことが起こってしまうのが本当に不思議だよね。これって何なんだろう？MotoGP オタクの愛理的にはどう思ってるの？今回の日本 GP 後の各ライダーのコメントを見ていてちょっと思ったことがあったから、まずはそれを紹介してから答えることにするわね。引きを覚えたか。愛理腕上げたね。続いてはレクソルホンダのポル・エスパルガロについて、予選11位、決勝12位ということで、ファクトリーのライダーとしては思うような結果ではなかったものの、実はポルは FP1 では7位ということで、ここ最近の結果と比較するといい滑り出しだったのよね。FP1 トップはジャック・ミラーの1分44秒509、ボルは1分44秒678ということで、久しぶりに結果もついてくる良い走りをしてて答えを感じていたようなの。本人コメントを紹介するわね。思っていた以上に調子が良かったです。ソフトタイヤでかなりフィーリングが良かったんですよ。明日は雨だし、他ライダーはセッティングを改善する時間がないでしょうし、僕らにとって恵みの雨でしょう。エッジグリップとトラクションが高く、すべてが非常にうまく機能していました。本当に良いフィーリングでバイクに乗ること自体が快適に思えるほどでした。今日は思い通りに走れましたし、このまま週末を通してこのスピードを維持していきたいですね。こうして競争力をもう一度感じられるのはとても嬉しいし、良い刺激でもあります。それをホンダファンの前でやれるのは最高なことです。僕らはどこのトラックでもソフトタイヤを使っていて少なくともコンマ7秒、遅いと1秒は遅れてしまいます。でも、今日の僕らはトップからわずか10分の1しか離されていないし、とても不思議なんですよ。どうしてここまで速い走りができたのか僕らにも理解できないんです。調子は良かったものの、その理由がどうしてなのか説明つかないってことか。ペッコちゃんとは違って良い方向に意味不明なんだね。でも、理由がわからないけど速いんだよねってことでレースにも勝てちゃうんなら良いんだろうけど、FP1 以降で失速してしまったのであれば、やっぱりまだバイクのセッティングが決まりきっていないんだろうね。そうなのよね。ペッコの奇妙さとポルの意味不明については、この次に紹介する KTM の話題でそのあたりの謎についての仮説を立てられるかもしれないから、とりあえず話を進めていくわね。私が現地で見ていて思ったのは、KTM ファクトリーの二人はかなり速いなというイメージだったんだけど、サテライトの二人はあれ、遅くない？というイメージを持ってしまったの。確かに、私も思ってた。サテライトの二人は来年はもう KTM で走らないことが決まっているし、本人たちのモチベーション的な問題と、チーム側の士気が下がっていたりするのかな？実はね、私が色々と情報を探している中で KTM の情報を探すのが一番難しくて、その中でもサテライトチームであるテック 3KTM のレミー・ガードナーとラウル・フェルナンデス。この二人の遺跡情報ではない走りの情報はほとんど見つからないの。だから謎なのよね。そうだったのか。まあ憶測だけで物を言うのは良くないから情報が出てくるまで黙っておくか。今回は予選3位、決勝2位で表彰台を獲得したブラッド・ビンダーのコメントを紹介していくわね。とにかくスーパーハッピーです。モテギオ MotoGP クラスで走るのは初めてで、フロントローから2位表彰台は最高ですよ。2022年シーズンの最高のレースの一つと言っても良いかもしれませんね。こうして表彰台に戻ってこれて嬉しいです。とにかくチームに感謝です。リアにハードタイヤを装着するという、彼らと決めた選択が正しかったです。このレースウィークエンドで一度も試さなかったタイヤでしたが、チーフメカニックが僕に対して、言ってくれたんですよ。今日はリアにハードを履いて走るべきだ。自信を持って走れとね。僕らはずっと懸命に取り組んでいるし、今シーズンは多くの情報と結果を得ることができました。表彰台に戻ってこれたのが本当に最高です。最初はどれだけプッシュできるかわからなかったし、タフなレースでした。マルティンとミラーを後ろから観察して走り、自分の強みをどこまで改善して活かしていくのか、それを考え続けて走りましたし、それらの情報を知ることができたのは良かったです。僕らにとってこの表彰台という結果がずっと必要だったので嬉しいです。
これから多く獲得する表彰台の一つ目の表彰台になることを願ってこれからも走りますよ。MotoGP バイクでモテギを走るのは初めてでしたが金曜の FP でよく理解することができました。今日は僕らのバイクはブレーキングでアドバンテージがありましたが、タイトなコーナーでのスピードとパワーが少し不足していました。でも全体的にうまく機能していたと考えています。今はもう僕らとしてはこういった問題をしっかりと認識しているし、それに取り組み始めています。問題解決に向けて日々進歩しているし、レースごとに僕らが望むパフォーマンスを得るために何が必要か、いろいろと試しているんですよ。直近にレースのトラックは KTM によく合っていたので助けになりました。ホルヘは素晴らしい仕事をしていました。ミッセスクリーンに走り続けていましたよね。彼はリアにソフトタイヤを選んでいたので、ラスト5周で追いついた時にかなりスリップしていました。ソフトタイヤのアドバンテージがその時点でなくなっていたのでブレーキングで勝負を仕掛け、なんとか彼を打ち負かすことができました。今日のジャックは素晴らしい仕事をしました。来年は彼と一緒にガレージを過ごせることが嬉しいですよ。なるほど。以前の動画のコメントでも最近の KTM は調子が良さそうだから情報を調べてほしいというご要望をもらっていたから私も気になっていたんだけど、まずサーキットの路面と KTM バイクの相性が良いというポイントがあったんだね。そうみたいなの。ビンダーは2位表彰台だし、ミゲル・オリベイラは最後にマルケスとのバトルで順位を落としたものの、5位でゴールしているから、やっぱり相性問題は間違いなくあると思うのよね。続いては引退したアンドレア・ドビチオーゾの交代で参戦中の RNF ヤマハのカル・クラッチローについて、カルは予選23位、決勝15位で1ポイントを獲得してテストライダーとしての役割は十分に果たしたと言われているんだけど、レースはトラブルもあったようで本来であれば10位には入れたとコメントしているの。クラッチローのコメントを紹介していくわね。レース直前のウォームアップラップで一周走るだろ？あの時の最終コーナーあたりでアラームがついたんだ。フロントタイヤの空気圧が適切な範囲に入っていないっていうアラームなんだけどな。パニクったぜ。一気にパニクっちまって、しかもグリッドに着く直前の最終コーナーなんてマジでないだろ？だからホールショットデバイスやローンチコントロールを作動させるのも忘れちまったんだ。まずったよ。その後は問題が山積みさ。かなり後ろに下がっちまって本来やれることもやれなくなっちまうんだ。そうなるとヤマハのバイクだとまずいことになる。もう一度前に出るのにどれだけ骨が折れるかわかるかい？たった一台抜くのに3周はかかるんだ。3周だぞ。それが今のヤマハのバイクなんだ。もうそれ以上のことはできないよ。ミスらなければトップ10には入れただろうな。惜しいことをしたぜ。なんだって、一台抜いた後はトップを走るジャックと同じだけのスピードが出せていたんだからな。まあいいさ。今日勝ったのはジャックだ。あいつがもしタイトル争い中のファビオと戦っていたとしても、今日の俺はジャックに勝ってもらいたかったというのが正直な気持ちなんだ。最高だろ？俺があいつにしてやれること、それはあいつがやっと手にした勝利を祝ってやることだけなんだ。ガハハハ。ヤマハのテストライダーをやっているはずなのにヤマハでタイトル争い中のファビオッチじゃなく、お友達のジャックを応援するなんて、カル兄さんは裏表なくて本当にナイスガイだね。最高だよ。まあ、ヤマハ側からしたら困っちゃうんだろうけどね。実はジャックは今婚約中で、第18戦オーストラリア GP の直前に結婚式を挙げる予定があるみたいなんだけど、残念ながら世界一忙しいテストライダーであるカル兄さんは参加できないみたいなの。その期間はヤマハのテスト走行が予定してあって、スペインにいるからオーストラリアには行けないみたいなの。それもあってくそー、こんな時にテストの日程詰め込みやがってという感じで、ヤマハへの皮肉も込めているんだと思うわ。ジャックとカル兄さんがいる場所は MotoGP 界で一番除湿されたカラッとした空間なのは間違いないね。メーカーとライダーの駆け引きがあったりする中でこういったやり取りがあるのは緩急あって良い感じだよ。続いては、偉大なるチャンピオンであるアレックス・クリビーレさんの日本 GP 表を紹介するわね。ジャック・ミラーはブカティ・ファクトリー内でも愛されているライダーですが、来季は KTM へ行きます。モテギでは全てが彼に有利に働きましたね。ドライで走行する時間がほとんどなく、雨が多かったです。彼はウェット路面では最強のライダーの一人と言っても良いくらいのライダーですからね。同じくブカティファクトリーのペッコは間違いなくタイトル争いの最有力候補と思われていました。だからこそ彼は自信を持っていただろうし、少しだけ自信過剰にもなっていたでしょう。彼がダウンヒルストレートでファビオをパスできることは明らかだったんですけどね。
彼はタイヤが劣化しつつあったラストラップで無理にフロントを酷使しすぎてしまったんでしょう。彼自身が間違いに気づいているし、まだやり直せると信じていると思います。当然、私から見てもペッコバニャイアは今でもタイトル争い有力候補の一人ですよ。迎え撃つファビオ・クアルタラロはブカティが最速で加速も最強であるということを理解しています。彼らのポイント差は18ポイントですが残りは4レース、ペッコが常に勝ちに来ることも理解しているでしょう。今のブカティは一番バランスが取れたバイクだし、それを性能が劣るヤマハで迎え撃つということが、どういうことなのかも理解していることでしょう。関係者から見てもブカティは最強でヤマハは劣るって思われているのが寂しい感じだけど、今年はもうしょうがないか。ヤマハさんも2023年に向けてかなり開発に力を入れているって話だし、来年はヤマハ早すぎて反則でしょって言われるくらいになることを祈っておこう。最後に、日本 GP 後のペッコ、ボル、ビンダーのコメントをまとめて勝手に考察してみたいんだけど、ペッコは午前のウォームアップでは早かったのに午後の決勝で遅いのは奇妙だと言っていて、ボルは少しだけ雨が降っていたけど基本はドライだった FP1 で速く走れた意味がわからないと言っていて、ビンダーはモテギとアラゴンのトラックが KTM によく合っていて速く走れたと言っている。これらを合わせて考えてみると、路面のグリップが異様に高くも異様に低くもないちょうど良い状態であれば、ホンダと KTM のバイクは本来の実力を出すことができ、速さも強さも持って走れる可能性がある。路面のグリップが低いから普通くらいまでのホンダや KTM が苦手とするコンディションであれば、ブカティのマシンはセッティングが決まっていなくても速く走れる可能性があるし、セッティングが決まれば、あまりコンディションに左右されずに速く走れる可能性がある。という仮説が立つと思うの。ふむふむ。ということは、開発ライダーやテストライダーがメインで走っているサーキットに性能が依存していて、奇妙だ意味不明だというサーキットでもっとテスト走行すれば解決するかもしれない。というのが私の素人目線な仮説なんだけどね。なるほどね。例えばホンダだったら常に成績が悪いヨーロッパのサーキットでテスト走行の機会を増やせば、意味不明を理解できる可能性があるかもってことだよね。それはあるかもしれないね。そういうこと。そうは言っても、ホンダさんもモテギだけではなくカタルーニャとかでもテスト走行はしているって話だし、どこでどれくらいの比率で走っているのかはわからないから検討外れかもしれないんだけどね。そうなってくると、ホンダが輝きを取り戻すには日本じゃないところでのテスト走行数を、かなり増やさないとダメってことになるのかな？実際、ヨーロッパの方がレース数が多いんだし、意外に真理をついている話かもしれないよね。まあ私の素人予想ではあるけど、そういった理由はきっとあると思うのよね。予算もかかるだろうし、開発してからバイクやパーツを輸送するのに時間もかかるしテストライダーの確保や、スケジューリングも大変になるだろうけど、2023年に向けてヨーロッパのテストを増やした方が、結果はついてくるかもしれないね。ということで日本 GP まとめはこれで終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？コメント欄へ感想など書き込んでいただけるととっても励みになりますので、よろしくお願いします。ではでは、アイでした。次の動画でお会いしましょうね。なぎさでした。